古山猫を一番最初に見て何かに似ていることに気がついたでしょうか。この保全の森にもいる動物です。で正解は入り口入ってすぐにいた対馬山猫に見た目がそっくりです。もともと日本と大陸が陸続きだった時はもともと同じ動物として生活していました。ですが氷河期が終わり日本が大陸から切り離された後、日本の長崎県対馬に生息していたのが対馬山猫、大陸の方に残ったのがアムール山猫です。どちらもベンガル山猫の亜種とされています。山猫、一般的に野生の猫科動物を指すんですが、その耳の裏にある白い斑点、小耳状斑と呼ばれる斑点が最大の特徴です。これは普段皆さんがお家で飼ったりしている家猫にはない特徴で、野生界で子猫たちがお母さんの後をつける際の目印になったり、水を飲む時などの無防備な時に耳を裏返すことによって大きな目に見えます。それによって天敵を威嚇しながら襲われないように水を飲んだりすることもできます。前の方にいる方はですね、後ろ足の爪の部分見てほしいんですが、とても鋭い爪見えていますね。今日おやつあげた子たちみんな似たように鋭い爪、鋭い牙、そして強靭な顎の力を持っています。このように小さい猫のように見えていてもとても立派な肉食獣です。ぜひ野生動物は飼いたいとは思わずにこのように動物園で楽しんでください。皆さんが飼いたいという気持ちを思わなくすることで密猟などが減って野生動物を守ることができます。以上で全てのおやつタイムは終了です。ありがとうございました。